こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2020年3月5日、ようやく最新鋭槽流型潜水艦11番艦オウリュウが海上自衛隊に引き渡された。進水式から1年半ほどかかり、ようやく完成となる。今後は潜水艦の状態を見ながら呉基地へと向かう。なんといっても、このオウリュウ潜水艦のすごいところは、スターリングエンジンを廃止したことだろう。スターリングエンジンがなかったら潜航時の充電は、と考えてしまう。そう、流型潜水艦が生まれたのは、この低出力スターリングエンジンを使うことで鉛蓄電池に充電。通常動力型潜水艦では、世界でトップの静粛性を誇っていた。それは、なんとスターリングエンジンをなくすとは、一体何が起きたのか、ではないのだが、リチウムイオン電池の進化が想像よりも上回り、ディーゼルとリチウムイオン電池のハイブリッドとなった。オウリュウ波全長84メートル、幅9、1メートル。排水量2950トン、建造費はなんと660億円となる。残念なのは、この日の引き渡し式典には85人ほどと少し少なめとなってる。では、このオウリュウ潜水艦についてもっと詳しく話していこう。日本の海地が誇るオウリュウ潜水艦が2018年10月4日に進水式を終えました。オウリュウの完成によって潜水艦を取り巻く環境が変わってくると思われます。日本の潜水艦を選ばず、フランス製を選択したことによって、後悔していると推測されるオーストラリアや自国での潜水艦建造を目指している台湾など、環境が変化してくるでしょう。なぜ変化していくと思われているのでしょう。まずは、理由である。そう、流型潜水艦について紹介していきましょう。現在、通常動力型潜水艦にかけては、日本の建造技術が最強と考えられています。年々、原材料費値上がりに関係で、建造費用も上昇はしていますが、その分、性能が格段にアップしています。オウリュウ潜水艦は間もなく完成しますが、そう、流型潜水艦の10番艦である、昇竜はもう完成しています。この昇竜で、今までのスターリングエンジン AIP 機関の採用は、終わりになります。ちなみに、そう、流型潜水艦建造は計画によると12番艦までらしいのですが、その後に、どのような潜水艦が出来上がるのかが、とても楽しみなところです。オウリュウ潜水艦から変更になったことは、何と言ってもリチウム電池を搭載したということでしょう。今まで採用してきた鉛電池と比べると、置くスペースは同じくらいですが、大きさは少し小さいスターリングエンジンの部分を他のもの用のスペース部に変えることができました。これがディーゼル足すリチウム電池の最強ハイブリッド方式と言えるでしょう。機動力についても今までの2倍、いや2倍以上ではないかと推測されています。3倍かもしれませんね。リチウムイオン電池を採用した場合、以前のスターリングエンジン機関搭載時と同じ任務は12分にこなせますし、より長い時間の継続潜航も可能になるそうです。充電するために浮上する必要はありますが、安全な海域まで戻ってきて充電すれば特に問題はないでしょうし、今までと
同じ程度の充電時間で済みます。また、リチウム電池採用のメリットは他にもあります。潜水艦はもともと余計なスペースのないギリギリの空間でした。ただでさえ海底という圧迫感ある環境で、狭い潜水艦生活というのはとても過酷な環境と言えましょう。乗組員が体を休めるはずの就寝用のスペースは非常に狭かったのですが、スターリングエンジンを外しリチウムイオン電池に変更したことで、この就寝スペースが以前より広く取れるようになったのです。つまりリチウムイオン電池のおかげで、スペース配分が緩和されたということでしょう。乗組員にとっても、少しは楽になったのでは?と思われます。そう、流型潜水艦は過去最高と言える技術の結晶です。優れたステルス性は言うまでもなく、X 火事によって機動力を確保し、艦本体には超高張力鋼が使用されています。とはいえ、肝心な部分、例えば潜航時間はどれぐらいかなどについては、正式に公表はされていません。すごく知りたいところですけれど、国防に関わる重要機密ですから、はっきりしたデータがなくても、仕方ないのでしょう。でも、諸外国の潜水艦よりは深く潜ることができるでしょうし、活動も可能で、いわゆる海底の忍者に変身できる性能は、持っているはずです。この潜水艦が他国製造の艦よりも深く潜れるのは、高性能なボディ鋼材を使用し、加えて溶接技術の確立によって強固な本体を作り出したからです。その他にも、潜航だけではなく、海中の深い位置でも敵に攻撃ができる技術も同時に必要不可欠です。武器としては、日本にしかない魚雷は門外不出のハイスペックな技術が詰め込まれているそうです。潜水艦の第一目的である深く潜るというだけなら、どの国でもその目的を達する潜水艦は製造できるでしょう。しかし、より深く潜航し、かつ攻撃可能という二つの目的を可能にした潜水艦は、日本だけと思われます。ここで外国の潜水艦を見てみましょう。アメリカやロシアなどは原子力潜水艦ですが、日本と近い性能は持っている潜水艦があります。日本は非核三原則という国是があるので、原子力を兵器として利用することはできません。ですから、当然、原子力潜水艦は日本にはありません。欧流潜水艦は通常動力型潜水艦です。しかし、原子力潜水艦並みの性能を出せるようになっています。その理由は、以前のものとは全く異なる機動力です。といっても、原潜のように無限エネルギーを海底で作り出すことは、欧流潜水艦にはできませんが、今まで潜水艦に搭載されていたスターリングエンジンですが、この進化形も登場するかもと言われてはいます。個人的には小型化されたこのエンジンを見たいと思うのですが、電池が進化する方が早いかもしれません。電池が進化したら、現在はスターリングエンジンの2倍以上と言われている機動力が、今後は3倍、5倍とアップしていく方が早いでしょう。リチウム電池にもリスクがあります。言うまでもなく発火の危険性ですが、スターリングエンジンに使っている水素も爆発する危険があります。
それぞれにデメリットがあるのです。今までの総流型潜水艦の回収時には、鉛電池ではなくリチウム電池が搭載されるはずです。リチウム電池の長所は、充電に要する時間が短いということです。そんなに短い時間で充電できるのか、と疑問に思う人もいらっしゃるでしょうが、スマホの電池を見れば納得できると思います。充電後の使用時間は、ここ5年でかなり伸びていますし、技術の進歩で充電時間も短縮されているのです。充電時間が短く、使用時間の長いリチウムイオン電池を採用した王流潜水艦の機動力は今の倍以上になるでしょう。